初めてこう3チームとかに分かれてやってると思うので、昨日の夜チーム決まってから電話とかしたりして、みんなでここから頑張っていこうっていうことに改めてなんか心が固まったので、今すごいみんなでやるのが楽しいです。その曲に溶け込んで、だからその自分たちが楽しんでる、そのリズムに乗っかって楽しんでるかっていうのを表現できたなっていうのは妥協しないで、この2日間は集中してこれだけに取り組みたいと思います。このメンバーでやることが初めてのことなので、振り付けとかのなんかニュアンスとかもいろんなアイデアが出て、それぞれの花が出せるみたい なんかバランスいいかなって思います。このコミュニケーションの取り方とかがすごく心地いい、僕としては心地よくて、自分ができる限りのことをしたいなって思います。短い期間の中でみんなで話し合って個性を出して、いい段階では来てるんじゃないかなっていう感覚はありますね。あともう少し明日までにどれだけ個人個人で固められるかっていうのが、まあ、鍵を握ってるんじゃないかなと思います。チームワークがいいので、そのチームに一緒に突き進んでいけたらなと思います。ニュアンスみたいなのもすごく重視してる振りだと思うので、そういうのあんまやったことなかったので、ダンス上手いみんなとかに教えてもらいながらできるようになれたらいいなので、1人なんか2ポイントぐらいセンターで目立つタイミングがあるんで、やっぱりそこでこうどう見せるか、自分の見せ方をやっぱり研究してますね。パフォーマンス中心でやっていけたらな。自信はありました。 でもなんかそこでなんか終わっちゃダメだなみたいな思って、なんかやっぱもっとマジで細かいところまで突き止めないと他のチームが上がってくる可能性があるんで、やっぱもっと上を目指してっていうのをその時思いました。一番のチームだとまずタイミングが合わないところとか不安のところはあるけど、まあ、なんか多分アドバイス聞いたところをこうやり直してから成長一番早い。まあ、チームのメンバーとしっかり落ち着いて話し合って練習して、しっかり審査で本番に出れる切符をちゃんと勝ち取れるように準備したいですね。で、3番目のチームはやっぱり一緒に頑張ろうっていう雰囲気が伝えてもらったから、そこをもうちょっと特徴にしたい。やっぱりチームワークは言ってもらった通り大事にしてるんですけど、そこにまだスキルがうまく追いつけてないなっていうのがあります。逆にそこはドラマだと思うんで、最後挽回したいと思います。どうしたらこの曲の中でもボーイズボーイの魅力と自分が持っている得意を出せるかなっていうのを早く気づいてほしいです。また勝ち取ります。頑張ります。最後ぶちかますので皆さん見ていってください。やばい、ナイスで絶対に勝ち取りたいと思います。